背景です。今回は先発タイラー現状簡単に解説ということで、今シーズンから先発転向が決まっているタイラー投手、今自主トレを行っているんですけれども、その自主トレの現状だったり、先発転向に向けてどういった取り組みをしているのかを簡単に話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、先発タイラー加山の現状についてということで話していきたいと思います。平投手、今シーズンから先発転向が決まっているんですが、年末ですね、12月はアメリカの方でおそらく菊池雄星投手と一緒に自主トレを行っていました。菊池雄星投手はね、メジャーでも投げていますし、やはり日本にいた時もね、先発ライオンズのエースとして活躍をしていたピッチャーになります。やっぱり平投手、先発転向する上では一番のね、お手本になる人なのかなっていうふうに思いますので、そこでね、雄星投手からいろいろこう先発のノウハウだったりとか、先発の調整方法だったりとか、そういったものをね、おそらく学んでいたんじゃないかなというふうに思います。で、現在はおそらく石垣島の方ですね、平投手の故郷になるんですけれども、おそらくそっちの方で今自主トレを行っている感じなんですよね。ちょっとね、こうまた厳密には分かんないんですが、おそらくね、そっちの方でやっているんじゃないかなというふうになっています。で、そこでですね、今もね、着々とこう先発転向に向けて、キャンプまでも1ヶ月も切ったので、着々と準備をね、重ねているみたいなんですが、今回はね、その平投手の現状を今どういった形なのか具体的に説明していきます。はい、それでは説明していくんですけれども、平投手が自身の YouTube チャンネルに現在の投球練習を先日アップしていたんですよね。で、そこでね、どういったボールを投げているのかっていうのを簡単にチェックしたんですけれども、やはり新しい球種であるカーブ、ツーシームっていうところには着手をしているみたいですね。中継ぎの平投手は基本的にはストレート、スライダー、カットボール、チェンジアップ、あとスプリット、フォークですかね。こういった形の変化球がメインにはなっていたんですけれども、新たにカーブ、ツーシームっていうところも投げ始めてきています。これももともと練習はしていたみたいなんですが、先発をやる上でね、やはりこう球種をね、増やしていきたいっていうのもあって、ここを重点的に練習しているみたいです。やっぱりですね、こうカーブっていうのはね、非常にこう緩急になりますよね。こう150キロ160キロ近い平投手ストレート投げれますので、それにね、110キロから120キロ台のカーブが加わったら、非常にこうバッター翻弄できるし、奥行きを使ったねピッチングできるのかなっていうふうに思いますので、なかなかこう平投手一応チェンジアップとか投げてはいたんですが、こうチェンジアップも結構落ちる系のチェンジアップで、緩急とか沈む系のチェンジアップっていう形ではないので、比較的ね、このカーブっていうボールはね、やっぱり平投手が習得する上では新たなピッチング開いていくんじゃないかなというふうには思っています。で、あとはツーシームですよね。ツーシームはちょっとこうシュート気味に小さく動くボールになるんですけれども、やはりツーシームはね、一番はやっぱりこうバッターの芯を外して、ゴロを打たせることができるっていうのが、一番の特徴かなというふうに思っています。先発をやる上ではやっぱりこう球数、長いイニングを投げる上では球数っていうのをね、減らしていきたい部分はありますので、やっぱりこうツーシームを投げるとね、簡単にこうゴロを打たせてアウトを取ることができる。そうなればやっぱりこう三振はね、3球使うところをね、ツーシームじゃ1球投げてゴロを打たせれば、1球でアウト取れるっていうのもありますので、球数削減だったりとか、あとはこうなるべくやっぱりこうランナー1塁とかになった時も、ゲッツーを取りたいっていうのがありますので、そういった時もね、このツーシームを使えばね、ゲッツー取れて、球数削減っていうこともね、狙えるので、そういう意味合いでもね、このツーシームも習得したんじゃないかなというふうに思っています。あとはもともとシュート系のボールを投げていなかったっていうのもあるので、投球の幅を広げるって意味でも、習得しているんじゃないかなというふうに思います。この2球種がね、実際にこう平投手が投げて、どれぐらい今使える状態なのか、そしてキャンプオープン戦って重ねていって、どれぐらいに実際に使える状態まで持ってこれるのかってところはね、一個注目ですし、この球種増えたことによって、どれぐらいねピッチング変化するのかっていうところもね、楽しみですよね。で、一個注目されるところとして、やっぱり平投手のクイックモーションですよね。平投手、中継ぎの時は、ほぼ全部クイックモーション、ランナーいるいないに関わらずクイックモーションで投げていたんですけれども、やっぱりこうクイックモーションっていうのはね、ちょっと体にねかかる負担っていうのがね、結構大きい部分があります。なので、先発をやるってなるとね、ちょっとクイックモーションでできるのかどうかっていうところが、非常に一個こう懸念されるところではあるんですけれども、この平投手の YouTube の動画を見る限りはクイックモーションは変わっていませんでした。本人もね、以前こうクイックモーション変えるつもりはないと言っていたんですが、実際ね、ここ今来て自主トレでも、クイックモーションやってるってことなので、おそらくクイックモーションは変えずにそのまま行くのかなというふうには思っています。
まあ、確かにランナーいる時だったりとか、まあ、あとはバッターのタイミング外すっていう上では、まあ、結構有効かなと思うんですけど、まあ、その中でね、こう、まあ、7回とか8回とか9回長いイニングを投げれるかっていうところは、まあ、若干懸念される部分がありますので、まあ、そこをねうまくこうどういう風に調整してこれるか、ここがねやっぱ平投手が先発成功する上で1個鍵になってくるんじゃないかなという風に思っています。はい、まあ、こんな感じでですね、平投手、まあ、着々と先発に向けて準備を進めていますので、まあ、非常にこう平投手がね先発やるっていうのが、まあ、今シーズンライオンズファンにとっても一個の楽しみだと思うので、まあ、先発平投手が、まあ、どういったピッチャーになってくるのか、今後楽しみに見ていきたいと思います。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ツイッターの方も毎日更新をしているので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたら、コメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。ありがとうございました。